アイドルグループ n s サインが華麗なパフォーマンスで歌謡体典を熱く盛り上げた。n s サインは25日、インチョン、ニ川中区インスパイアアリーナで開催された 2023SBS 歌謡体典に出演して年末のステージを飾った。n s サインはデビューアルバムバース・オブ・コスモのタイトル曲ワームホール、ニュートラック。 のロックバーージジョンでステージを披露した強烈なロックサウンドに加えさらにアップグレードされたステージ構成が原曲とは違った魅力を感じさせた新人とは思えない N.S サインの華麗なビジュアルとオーラも注目を集めたメンバーは巨大な抱負を表現したカリスマ性あふれる表情で見る人の没入感を高めた N.Sign はパワフルで洗練されたパフォーマンスでファンの心を狙い撃ちした。メンバーそれぞれの個性が際立つユトリアルパフォーマンスとジェスチャーも強烈な印象を残した。今年8月にデビューした N.Sign はバー r オブ of Cosmo で207,227枚の初動販売量を記録し、発売日基準で歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動記録で5位にランクした。 日本デビューシングルニュースターを発売して世界での本格的な活動を開始した N。S サインは発売と同時に日本の iTunes のトップ 100K ポップシングルチャートで1位にランクし、オリコンチャートの上位にも名を連ねてグローバルルーキーとしての存在感を証明した N.S サインは31日ソウル市トンデムン東大門デザインプラザ DDP アートホールで開催されるソウルコン X ワールド K-POP フェスティバルカウントダウンのステージに立ちファンと一緒に一年を終えるアイドルグループ N.S サインが華麗なパフォーマンスで歌謡体験を熱く盛り上げた N.S サインは25日インチョン・ニガワ・ナカク・インスパイア・アリーナで開催された 2023SBS 歌謡体験に出演して年末のステージを飾った。n s サインはデビューアルバムバー r オブ of Cosmo のタイトル曲 Warmhole ートラックのロックバージョンでステージを披露した。強烈なロックサウンドに加え、さらにアップグレードされたステージ構成が原曲とは違った魅力を感じさせた。新人とは思えない。 N.Sign の華麗なビジュアルとオーラも注目を集めたメンバーは巨大な抱負を表現したカリスマ性あふれる表情で見る人の没入感を高めた N.Sign はパワフルで洗練されたパフォーマンスでファンの心を狙い撃ちしたメンバーそれぞれの個性が際立つユトリアルパフォーマンスとジェスチャーも強烈な印象を残した今年8月にデビューした N.Sign は Birth of Cosmo で207,227枚の初動販売量を記録し、発売日基準で歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動記録で5位にランクした。日本デビューシングル New Star を発売して世界での本格的な活動を開始した N.Sign は発売と同時に日本の iTunes のトップ 100K ポップシングルチャート。 1> で1位にランクし、オリコンチャートの上位にも名を連ねてグローバルルーキーとしての存在感を証明した。N.S サインは31日、ソウル市トンデムン東大門デザインプラザ DDP アートホールで開催されるソウルコン X ワールド K p o p フェスティバルカウントダウンのステージに立ち、ファンと一緒に1年を終える。